はい、桃子太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、まあ、久しぶりに欲しいものをね、ちょっとお話していけたらなって思うんですけども、いやね、もう最近ね、ちょっと買い物めっちゃしすぎてね、欲しいものを買えてないなーっていうところで、まあでも、そろそろ買わなダメですよね。なんか、まあ、一つザックですよね。もう、大型ザック何かも、今使ってんのが、濃度かもか、案件でちょっといただいたやつですね。はい、あれ使ってるんですけど、まあ使い勝手はいいんですけども、なんかね、底の方かな、そのザックの底の方がちょっとね、破れてきたんでね、ちょっとまあまあこれも併用しつつなんか新しいもの買おうかなと思いまして、今ねちょっとな、ザック気になってんのが、あれやな、バルトロは合わんかったんかな、バルトロ合わんかったな。まあ、ちょっと新作ちょっとね、どんな感じかっていうのを背負ってみたいのと、あと、オスプレイかな。オスプレイの、なんかあの辺が欲しいっすよね。なんか70リットルあたりのやつが。ね。ほんまね、ウルトラライトですね、の感じのやつもやりたいなぁ思うんですけど、いかんせいね、7泊ぐらいとかね、5泊、6泊とかする場合やったら、それちょっとしんどいぞいうとこやからね、ちょっとその辺やめとこうかなと思って、また、大型ザック欲しいですね、いうとこですね。まあ、ちょっと、考えましょうか。またいつ買うかっていうのはね。もうちょっと、でも早めに買った方がいいかな。まあ、そんな感じですね。テント欲しいっすね、テント。ねえ、まあ、結果ね、でもテントも、ようよう考えたら、モンベルの旧ステラリッジがね、2がね、結構、丈夫なんですよね。なんか、吊り下げ式のやつあるじゃないですか、最近。最近のステラリッジは、こう、吊り下げ式なんかな。あれ、吊り下げ式やとね、耐久性かな。前のね、この、ポールをこう、テントの、わかりますかね、ポールの中に入れるタイプね、テントでね。あれ何式っていうかわからないですけど、あっちの方が丈夫らしくてね、その旧型はそれなんですよね。で、まあ、生地も結構頑丈なんで、まあ、ちょっと重いかもしらんけど、結果ね、旧ステラリッジ2でいいんじゃないかって思いながらもね、まあ、そりゃ、テントは後回しやね、どっちかっていうとね。ほんまもなんかもうちょっと、しっかりしたテントの二人用のやつ欲しいかなと思ってるんですけども、まあ、ちょっとそれは後回しにしようか、いうところですね。はい、まあ、そんな感じでね、あと次何欲しいかな、欲しいもの。もう結構、レアはもうめちゃくちゃ買ったしな。もうなんかいろんな感じでね、こういう場合はこういう価値、こういう場合はこういうパンツで細分化してるんでね、レアはまあいいんですけども、次まあそんな感じですね。まあアルプスちょっと行きたいなーいとこなんですけど、その前にアルプスの前にね、さっきね、この足直さなかのね、足直したら次どうしようかな。また重曹行こうかな。あそこの、日田さん重曹でも行こうかな、思うんでね。はい、まあ行って、で、そこで次に、まあどこ行こうかな、とこですよね。6個重曹も行かなあかんしね。もう行くとこいっぱいなんですけどね。このもう足が痛くてですね。この、足が痛くてて、足でちょっといいね、スゴロクで言ったら、なんですか。一回お休み感ですね。この二週間が。ちょうど一回お休み感があってね。まあ、すごい嫌やな、思いながらもね。まあ、とりあえず、先週3回しか動画出してないねんな。だからもう、週、5本できるかな。4本か5本ね、今週ちょっと頑張っていこうかと思いますんでね。はい、また見ていただけたらと思います。はい、まあ、そんな感じで。ほら、さいなら。